シャックです。マッツンです。今日のテーマは THT Like 争奪戦か。わお、 THT の奪い合い。今季大活躍のタレン・ホートン・タッカー、略して THT にいくつものチームが各国に乗り出すだろうという噂が入ってきました。残ってほしいけどな、レイカーズに。はい、なのでね、今日はどのチームが今彼に、ね、興味を示してるのかっていうところをね、存分にお届けしていきたいなと思ってますので、ぜひ今日皆さん最後までご覧いただいて、高評価ボタンポチッと押していただいて、またの方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。まずね、 THT の生い立ちの動画に関しては以前別の回でね語ってるので、それまだの方はぜひ見ていただきたいんですけれども、見てください。そんな THT でね、まずやっぱ特徴的なのは規定外の体格やね。身長が193センチと上背はないねんけれども、なんとウィングスパンは216センチあると。めっちゃ長いよ。でこの216センチを身長換算にすると、なんとあのシャキロ・オニールと同じぐらい。マジでこれと一緒ぐらい。マジでめっちゃでかいんや。そして手のでかさはなんとクワイ・レナード級。やばいな、規格外と規格外がグーンってなってんね。合体してる。そしてあの跳躍力はダンク見てるとヤニスかっていうぐらい躍動したダンクを見せてくれる才能の塊や。なんでね、パワーのザイオンが異質な存在であれば、スピードを兼ね備えた異質な存在はタレン・ホートン・タッカーと言っても過言ではないぐらい異質なプレイヤーで、実は彼まで20歳。それが怖いね。それが怖い。やっとお酒がいけると。まだ2年目やからね、今季。すげえわ。そんな規定外の体を持つ THT は、今シーズン、やっぱ大きく躍動した選手の一人でしょう。今シーズン、ここまで63試合に出場して、1試合平均9ポイント、2.8 アシスト、平均出場時間は20分。未来があるよ、こっから。ちなみに、去年はわずか6試合しか出てなくて、スタッツも 5.7 ポイント、1アシスト、平均出場時間はわずか13.5分。成長幅が、今シーズンの、ね、飛躍ぶりがここだけ見てもご理解いただけるんじゃないでしょうか。すごいよ THT。 特にね、直近2試合、シュルーダー、レブロン、そしてカルーソのポイントガードが欠場している中で、自らスタメンポイントガードを任せられて、まずね、5月12日のニックス戦ではいい勝負を最後まで繰り広げる中で、オーバータイム最後タレン・ホートン・タッカー THT が D ・ローズがついてる中で逆転の3を沈めたりとか。ハート強いよ。ちなみにそのハートの強さの部分で、試合見てた方はご存知だと思うんですけれども、その前のプレーで実は D ローズに彼がスティールされてミスをしてしまったよね。折れない心。そう、ただそれを完全に取り返すかのような圧倒的なマンバメンタリティやった。続く5月13日のロケッツ戦でも23点、10アシストのダブルダブル。すごいやん。そう、レイカーズはね、チーム状況的にやっぱ絶対に落とせない試合が続いてる、うん、この2戦でしっかり20歳の THT はゲームを支配して勝ち切ったことによって、自分のね大きな自信にもつながったとちょうど話してた。つながるよこれは。すると欲しがられるのか。そんなレイカーズの秘蔵っ子 THT は実は今シーズン終わった後に FA になんねんけれども、まず今サラリーを簡単にお伝えすると、現在2年 2.4 ミリオンの契約しかもらってない。あら、お得な。そう、ルーキーだったしまだ2年目なんで、ね、額自体は妥当かなと思うねんけれども、うん、レイカーズねロスター15人いる中で13番目。下やね。あのアルフォンゾ・マッキニーとかジャレット・ダドリーより下やからね、サラリーと。まあダドリーより下か。レイカーズはね、もうサラリーといえば常にレブロン、そして AD でほぼほぼ使いまくってるし、しかも今季終了時点で FA になる選手がめっちゃ多くて、カレル、シュルーダー、そしてドラモンド、マクレモア、カルーソ、マシューズ、マーキー・モリス、このあたりが全員 FA になる。みんなピューンドラゴンボールの後みたいな。そう、みんなね次にこう飛び立っていくっていう。だからもうレイカーズ飛び立たんように必死なんだけれども、特にその中でガードで言うとアレックス・カルーソ、彼との再契約も絶対にマストしてほしいな。してくれそうやけどな、カルーソ。そう、カルーソもねまだねさらにそんなもらってないし、 TH と同じ高騰する可能性が高いがどうなるか分からへん、うん、そしてシューダーに関しても現状は延長契約断られんねんけれども、なんとか彼もキープしたい。残って。その他でもね、マシューズだったりだとか、今破格で契約できるベン・マクレモアとも絶対契約したいはず。そうなった時にやっぱ THT と契約できる金額っていうのは限りなくやっぱ少なくなってしまうし、そんな状況の中彼はねより高いサラリーを求めて他のチームにね移籍を検討するっていうのは、これはねプロとしてごく自然な流れ。それはまあ普通のことやもんね。で彼をね狙ってるチームがいくつかあると今海外メディアで言われてんねんけれども、そのいくつかご紹介していきたいなと思いますが、1チーム目がまずシャーロット・ホーネッツ。おー、ホーネッツなの。今
シーズンで一気に躍動して、あの MJ が THC にビッグマネーを渡すかもしれへん。パスセンスがね、抜群に高いラメロと運動能力が極め高い THC のコンビは結構2人合いそう。確かにな、パスミスがミスにならへんよね、長いから。取ってくれる。どこ投げても取ってくれる。まあ、彼もね、多分ロブパスからのダンクとかできるやろうから。せやね、もう。新たなニューロブシティよ。もう一人頼むけど、そうだ。一人入れてくれ。そうなると、THC は、ね、しかも、縦のドライブがね、めっちゃ強いんで、うん、彼がスラッシャーとして、ゴールしたドライブしてって、空いたところで周りへパスみたいなことも考えれる。なるほど。現状は、ホーネッツガード多いねんけれども、うん、今シーズン終わりに、例えばマリック・モンクとか、うん、グラハムが FA になるんで、もし彼らが出てったりとかすると、THC がね、ベンチから出てって、起爆剤として、ホーネッツのオフェンスを盛り上げていくっていうのは、これ十分考えれる話。そして、2チーム目が、トロントラプターズ。おお、ユータとのコンビが見れますかまー、見れますかまー。それも楽しみやねんけれども、確かに THC は今後大化けするかもしれないけれども、まだあくまで選手として素材型、年齢もずっと言ってる通り20歳っていうところもあるんで、これからねより成長していくっていうことを考えると、ラプターズのシステムでしっかり学ぶっていうのはね、やっぱ十分やってもいいはずだし、うん、ラプターズ側としてもやっていきたいはず。ラプターズはね、今季例えばラウリーとかトレント・ジュニア、彼らも FA になったりとかするし、うん、もしねラウリーが抜けるってなるとスタメンポイントガードが開く。そこに THT、 現状でマラカイ・フリンかみたいな話もあるけれども、フリンがねスタメンポイントガード貼れるかっていうのはちょっとまだ分からへん、うん、でもちろん THT もまだラプターズのスタメンポイントガード貼れるかって言われると正直分からへんところはあんねんけれども、ただ今シーズンねラプターズオフェンスとして厳しい時に基本は例えばバンブリートとか、うん、シアカムのアイソレーションだけに頼ってしまってて、縦のスラッシュで抜いていってキックアウトパスみたいなことがやっぱ少なかったんで、そこで THT を活用していくっていうのはこれラプターズも十分うまみがある感じ。もちろんスタメンポイントガードとしてはバンブリードがねポイントガードっていうことも全然あんねんけれども、コンポガードもう一人として誰にするのかっていうのは THT は面白い選択肢やし、彼がねもしスラッシャーとしてゴール下切り込んでいくと、渡辺がねもっとオープンショット決めてくれるんちゃうかなっていう期待もね。それは見たい。それが来たらね、もう渡辺来シーズン3ポイント45% ぐらいいくんちゃう。いけいけ、コンテストも出ろ出ろ、出てほしいね。それそして最後のチーム、シカゴブルーズ。おお、ブルーズか。そう、俺ね個人的にねブルーズベストフィットするんちゃうかなと思うんだけど、この3チーム中で。その心を聞かせてくれ。まずねブルーズで言うと、今シーズンもう今プレーインをかけて全く落とせない戦い続いてるけど、もうずっとバチバチよ。今日も頑張ってましたよ。やっぱねプレーメイクできるポイントガードがいないっていうところと、ラビーン、ウージェビッチ、コビー・ホワイトもいるけど、うん、その次のやっぱスコアラー第3の矢がちょっとまだ物足らんっていうところはブルーズの課題。特にベンチから出てくる選手でいうと、思ってそこに THT っていうのはね結構いいんじゃないじゃないかなと。確かにプレーメイクっていう観点で THT を取るのはねベストの選択肢はないかもしれへんねんけれども、ベンチから出て今足りない得点を THT 補ってくれたりとか、ポイントガード今サトランスキーやってるけれども、うん、彼の控えとして出てきて THT として今ねやっぱ3ポイントまだまだこれから課題はあるけれども、もし今シーズンオフにしっかりとそこもね修正していけると、ブルーズのね重要な得点源の一人になってくるんちゃうかなと思うんで、ラビーン、ブージェビッチ、THT、うん、この3人結構見てみたい。強いブルーズを見せてくれ。しかもね、もともと THT って実はシカゴ出身なんね。お、ジモッティやん、ジモッティ。なんで、ジモッティとしてみんなから大歓迎される可能性もあるし、もともと THT はね、実はデリック・ローズにめちゃくちゃ憧れて育ってるんで。追い打ちのローズやん、じゃあ、めちゃめちゃテンション上がるやん。次が自分のローズになるっていう風に彼の、ね、モチベーションもグッてやっぱ上がるはず、うん、なんでねブルーズは結構面白い。ちなみにローズつながりでニックスが THC 獲得するんちゃうかみたいな話も一部言われてんねんけれども、個人的に今のニックスのロスター考えると THC はあんまハマらない気がするんで、うん、ここはないかなと個人的には思ってます。ちなみにね THT はねいろんな選手と比較されることが多いねんけれども、例えばもともとねセルティックスとかで優勝したセンターのケンドリック・パーキンスからすると、うん、彼はね8番の時のコービーに似てるみたいな話とかも実は言われてて、おー、言い過ぎちゃう、そんぐらいすごいの。ちょっと言い過ぎな感はあるけれども、まあこれからね、ポテンシャルはやっぱ十分あるし、うん、何し、規定外のサイズやから。そうね、ちゃ長いよ。そう。そして20歳っていうところで、プレーメイクもね、この2試合でもっとね、伸びしろを見せてくれたりとか、シュートセレクション、スリーポイントは、まだまだこれから改善の余地がありまくるから、そうなると、確かに、後々、コービーとは言わへんけれど
でも、うん、オールスターに、ね、なる可能性っていうのは十分5年後とかね見るとあるんじゃないでしょうか。それは全然あり得るな。以上、ここまで THC 来季どうなるについてお届けしてきました。皆さんは THC がね来季どこのチームからフィットすると思いますか？ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ミスター不敬語。できれば残留。